ハダックはアメリカ海軍の原子力潜水艦、パーミット級の13番艦、艦名はタラメの魚の一種、ハダックにちなむ。その名を持つ艦としてはガトウ級潜水艦20番艦以来3隻目。ハダックの建造は1960年8月24日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所に発注され、1960年6月6日に、 帰港する1961年4月24日に、モーリス夫人によって、命名、浸水し、1967年12月22日に、艦長スタンリー・ジェイ・アンダーソン中佐の指揮下収益する。ハダックの最初の母校は、カリフォルニア州サンディエゴであった。西太平洋への配備後、1972年に、最初のオーバーホールが終わると、真珠湾へ。 母校は変更された。続く配備での功績で、ハダックは主君部大賞を受賞した。1977年にハダックはメアアイランド海軍造船所で19ヶ月のオーバーホールに入る。オーバーホール完了後サンディエゴに帰還した、ハダックは第三潜水船隊に配属された。1983年12月23日にハダックは 西太平洋での7回目の配備を完了した。1984年にメアアイランド海軍造船所で3度目のオーバーホールに入り、作業完了後1987年2月にサンディエゴに帰還した。ハダックは1988年度のバトルイン戦闘効率賞を受賞した。その後1991年7月から10月まで11回目の西太平洋配備を行う。 ハダックは1993年4月7日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下2000年10月1日に解体が始まり、2001年10月1日に作業は完了した。ありがとうございます。